こんばんは。11月27日金曜日の夜でございます。平山茂でございます。皆さんこんばんは。すいません、ちょっと私バタバタしておりまして、大丈夫ですよ。大丈夫大丈夫、本当に大丈夫ですから。はい、大丈夫ですよ。大丈夫。今日なんと60日目、ちょうど2ヶ月経ちました。ありがとうございます。今日もご視聴いただき本当にありがとうございます。ちょっとすいません、換気扇もつけっぱなしでした。すいません、ちょっとね、こう見てわかる通り、いろいろちょっとね、引っ越しの準備をしておりまして、とりあえず僕引っ越しを自力でします。自分でやるんですね。引っ越し屋さん、引っ越し業者を頼まずにちょっと自分でやるので、とはいえちょっとね、一回じゃちょっと引っ越ししきれないので、ちょっと今日帰ります。一回名古屋に、名古屋帰ります今から。とりあえずなんとなくまとめた荷物を、まあ、第一便という形でね、一度、名古屋に持ってきます。この週末土日を使ってね、皆さんもね、本当金曜日、終わりましたね。お疲れ様です。本当に本当にお疲れ様でした。大丈夫大丈夫、いや本当にやっぱこう連休明けでね、なかなか気持ちも乗らなかった1週間だったと思いますけども、本当にお疲れ様でした。大丈夫ですよ。大丈夫、僕も大丈夫です。さあ、まあ皆さんも週末どう過ごされるかまだ分かりませんけれども、まあ、ちょっといろいろね、自粛だったり、陽性が出てます、ちょっとね、皆さんなりの週末過ごしていただきたいと思います。非常に気温も下がっておりますからね、本当にお体には十分に気をつけて、本当に大丈夫ですから。では私、今からこのまま名古屋の方に向かいたいと思います。明日ですね、明日の大丈夫だよは名古屋からお届けすると思います。はい、また明日お会いしましょう。大丈夫だからね、大丈夫。じゃあまた明日ちょっとほこりが、おやすみなさい。大丈夫だよ、大丈夫大丈夫。じゃあね、おやすみなさい、おやすみなさい。また明日。